有人说，如果只能在东京停留24个小时，那么他愿意把这些时间都留给代官山。和银座的奢华、涩谷的拥挤比起来，这里显得高雅、私密、安静。代官山聚集了日本艺术界、建筑界、时尚界最前沿的事务所和商铺，这里的房源供不应求，每年来排队申请入住的人络绎不绝。代官山为什么会如此特别？也许是因为有这样三个人：地产商招仓家族拥有土地，却选择不做高密度大规模的商业开发；建筑师真文彦以超越时代的远见，用25年的时间完成了被称为白色几何圣殿的 Hillside Terrace 建筑群；而艺术家北川富朗的加入，又赋予了整个地区生动的灵魂。他们彼此成就，互相影响，打造了都市里的村庄代官山。北川老师是第一次来到代官山，是大概是什么时候呢？そうですね、もう30年ぐらい前になると思いますが、ここを最初からご相談してきたのが牧文彦さんという建築家で、でもうヒルサイドテラスは建築的にはかなりできたと。でこれから大切なのはソフトっていうか、いろんな活動だというふうなことで、それには北側がいいんじゃないかということで、こっちに来ないかという誘いを受けたんですね。はい、で今何もお金ないんだけどって言ったら、ここのオーナーの朝倉さんご兄弟っていう人が、とにかくお金はとにかく今いいから、入ってくれって言われて、それだったらっていうことで入りました。だからそういう意味では、そんなオーナーって世の中にいるのかと思って、本当にびっくりしました。这里的业主招仓先生，他们家过去是经营米店的，几代人都生活在这儿，也因为这个原因，他们对待土地的态度是与众不同的。そういうふうにして、余裕を持ってやっぱりやってきたと思います。それは自分の土地だからだと思うんですね。だからそういうお金の儲けよりは、その地域とのつながりの方がおそらく長く大切なこととしてあるんじゃないかと思っているから、どういうのがやっぱりこう東京の中の町、ここの町で足りないかということを相談しながら、小さなお祭りを復活したり、あるいはこういうライブラリーをやるとか、外国のいろんな人たちの展覧会をやるとか、非常に小さな場所なんだけど、コミュニティが良くなって、いろんな人たちが来られると、そういうふうな街を作っていきたいと思っていろんな活動をしました。ですからここができてもう50年近くなるわけですが、ずっと日本の中の一番いい街と言われ続けている。それはいろんな活動があったからだと思ってますね。 It looks even modern. Yes. You wouldn't notice that it is a 50 years old building. It still maintainits quality and the newness and the freshness. Hillside Terrace defines the characters of this town, Daikanyama. This is the heart, yes, of Daikanyama. Yes, yes, that's right. It shows that it has an exhibition hall, yes, here in this building. Yes. And you just said people live upstairs? Yes. Hillside Terrace is an urban complex of residents and shops and offices. 一个地产开发商跟建筑师跟艺术家们用20年、30年的时间，一步一步的把这个区域营造成他们想要的样子，这个实在是一件很了不起的事情。建築家とかデザイナーとか、あるいは非常に新しいビジネスを始め出した元気な人たちとかが、本当にこのヒルサイドテラスに来たいということで、殺到してます。一つの例を申し上げますと、蔦屋さんがやっぱりにとって、社長さんにとって代官山に拠点を持つっていうのは夢だったんだそうですね。
で代官山に来るにあたって、これ僕もこっちの代官山にもともといた人の側として蔦屋さんといろいろお話ししていく、そういう中で、新しく来る人は大きな建物を建てたがるんだけど、蔦屋さんもそれを理解して、10メートル以上の建物にしないとか、そういう来る人と の相談とか交渉とかもここをやっているので、だんだん良くなりましたね。They are showing and selling not only books. They are actually selling a lifestyle. It's very interesting and inspiring. It's like a wine cellar. Yeah, it's wine cellar. But when you come near, it's a pen. Less and less people writing nowadays. Yeah. So the Tsutaya is attempting to propose a lifestyle, which is very important. To remind all the good stuff. Yes, and the traditions. And yes, in life. Yes. 可以选择什么样的商户或者选择什么样的住户进来，这件事情实在是太酷了。所以，比方说，就是老师如果不喜欢吃披萨的话，就是披萨走开，拿汉堡进来，就是以大家喜欢这个地方，觉得说这个地方应该要有什么，然后就选择什么。世の中で普通言われてるマーケティングだけでやらないところだと思うんですね。だからもしかしたら本当に自分の好きなのを選んでるかもしれない。だからそういう個人のそういうものが出てるところがこの街の面白さだと思いますね。だからマーケティングでやると日本中全部世界中同じものになっちゃうわけで。だから面白い。だからまあ残念ながらピザ屋さんもハンバーガー屋さんもないと思いますが。フランス料理は入れたいとかね、ですとか日本料理はちゃんとしたのを入れるとか、 あと一年中やってるクリスマス用品クリスマスカンパニーっていう店があったり、だからそういう好みで選んでるから割と特色あるそういったお店も成立してるんだというふうに思いますね。だからまあさっき申し上げましたが、マーケティングでやってないっていうところが本当にその特色だと思いますね。だから時代の先行くこともやれてるし、時代の中で古いもんだけど大切だなと思うのも残せる。マーケティングってやっぱり今流行りのものでやっちゃうから、やっぱ面白くなくなると思いますね。我们的特色就是任性。わがままですね。そうそう。わがままなの。そこがいいんでしょうね。はい、今。はい。で、その時にやっぱりヒルサイドテラス全体でやっぱり図書館があるといいなと。で、本を中心としたサロンができていくと、ここの街づくりのベースに非常に緩やかで知的な。そういう世界ができるんじゃないかと。都市の中で落ち着いて本読める場所があるとものすごくいいと思ってましたから、それはやりたかったんですね。 I think the tree must be there for 100 years. Yes, I think so, right. Yeah. And so there are many trees in this district, and so Mr. Maki and Sakura want to maintain. こんにちは。我发现就是在路上走的人，包括在车站啊，或者在路上，有一种莫名其妙的幸福感，就是他们脸上总是挂着迷之微笑。就是对我而言，它跟东京其他的地方路上走的人感觉不太一样。我老师花了这么久的时间，算经营出来一种成果吗？時々やっぱりここの地域の人たちが集まって、お祭りの相談をするとか、あるいは時々いろんなそのサロンで、ご相談をしたりしている。人の幸せってやっぱり朝起きてどっかに行くまでにこんにちはとか、人と会ったら会釈できる人がいるのが一番いいと思うんですね。未来呢？关系或者希望这个区域将来会是一个什么样子呢？いろいろやってくる中で、やっぱりこうみんな大きな都市計画を国とか
東京都とかやってきますが、ここはそういうことじゃなくて、自分たち の, あの小さな村のようなコミュニティだと、まあ、昔の町ですね、村、そういう感じです。だからここのコンセプトはアーバンビレッジ代官山って言って、まあ、の都市の中の村のようなコミュニティを作りたいと思ってます。街の中にあると这里有图书馆、画廊、音乐厅，有面包店、米店、蔬果店，有1973年开张的东京第一家三明治餐厅，当然也有酒吧。大家和睦相处，就像过去的街道和村子一样。最后问一个，就是那这30年来，就是美川老师跟赵汤先生跟甄老师有意见不合的时候，そのいろいろタイプがあってですね、朝倉さんはとにかくはいはいって聞いてますね。それであんまり賛成しないことは寝せてるっていうか、ほっとくね。でそうやってうまくやってる。牧先生は割と嫌なのは嫌だっていうね。だから僕らまだ付き合ってもなってるっていうのはありがたい話ですが、这三个人这30年来不断的努力跟付出，影响了这整个区域。好像不只是敦亲睦邻，不只是与人为善，就是大家一起共同努力，为了一个更好的明天。嗯，我觉得是给我这样的想法。在这里，明天那个我会见到昭通先生，可以问他可不可以卖我一壶。那人を選ぶわがままだからいいって言うかもしれない。刚才就说了，可以任性的。